さ。すごい。パーのように硬いみたいな感じで作って、ボトムスは割とシンプルにホワイトに作りました。まあ、右耳が、で、その、まあ、それと連動して、その自分の記憶がちょっと暗いものになって、あんまり行きたくなかったっていうのがあって、まあ、それでこういう、結構ファッションによってちょっと救われたっていう。自分のプレゼント連動になっちゃう、結局。自分は関係ないと思って。その中で特に自分の嘘ってのを持った大事で、そういうところまでやっていけたらもっと強いというのが分かった。こっちはあの翻訳、展示の翻訳がされてる絵本。これは一般に販売されているものに展示のシールが貼られて、この展示もあのこの映像に出てくるんですけど、ボランティアの人が手で打って作ってます。別に気持ちいいですね、これ。でこっちで ドアって書いてるかなと思うんですけど、扉かな、うん、かな扉かドアか、この意味が書かれてて、そういうふうにあの物の名前を、ボールかなって思いながら読み進めるのと、あ、ボールやって分かって読み進めるのと、そこの安心感違うんですね、うんうん、安心感があることで物語の中にどんどん入っていけるんです、うん、だから点訳絵本では必ず形を貼った絵には名前を入れるという基本的なルールがあります、うん、なんかある一つのプロトタイプ10個ぐらい作って、それを実験できる、あの体験できてもらう場にはしたいなと思ってます。ガンフェスの会をあのマイルストーンにして2回ぐらい続けたタイミングで完成させたいなと思っていて、それがアートピースとして一つのオリジナルの一点しかないものになるのか、出版形式体で出版社がそれに対して乗っかってくれるようなものになるのかまでは想像できてないんですけども、どっちがいいんでしょうね。広がった方が面白いのかもしれないですね。はい、31年間、だいたい毎日やってるんですか。やってるんですよ。荷物をどのぐらいやるんですか、1日。ね、どうやってね、一回持ってきてもらって、1時間前。ちょっと恥ずかしいでしょ。これちょっと、ちょっと恥ずかしいでしょ。どこからスタートですか。あのね、伊勢崎インターからスタートして、なるほど、
生さん前の日、お医者さん前の日小矢部とおめでんくちゃってそうだ確かに今この部分こんなここだよ取るそこ7号サービスエリアサービスエリアで SA って書いてあるんですねはい、で高橋さんまずこっちね、はい、ニコニコでほら、えがら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 こっちもニコニコでニコニコさんや今井さんからじゃあその AP デックを、ターンに持ってきて、まあ、あの展示してくれればいいんじゃないですかって、まあ、お声掛けいただいて今回は何かあの、絵とか何かオブジェを作るとかそういうことではなくて、AP デック の, あの、まあ、体験を、まあ、来られた方にシェアするということを考えてますね。デックを展開していけれるとまた次の広がりになったりするので、それを受けて森さんはいかがですか。で今回アクセシビリティというテーマを、持つことによってそのテーマに沿った会場構成とそれからターンの考え方に共鳴いただけるさまざまな活動の方を紹介するというフェスとしての、仕立てというようなことができたというのが、まあ目に見て取っていただける変化の理由ですし、それがまあ会場に反映されているのかなと。例えば今日、たけし君が来て、森山さん来て、で山川さんの部屋であの話し込んでて、で天井さんいたりとか、その部屋のちょっと向こうで山城君がトークしたりとかって相当
僕も何だろうな、どこに行けばいいのかわからないぐらい、こうあっちに行きたいし、こっちに行きたいし、ここにいたいし、向こう気になるしみたいな、まあ、そこが一番今回ターンフェス3の中で、ちょっと特徴的だったかな、まあ、いろんなところで語りが行われていた状況が あったなっていうのが、今回の一番の特徴で、プログラムじゃなくてたまたまそこで出会った人たちが話してるんじゃないかっていうぐらいにその場に馴染んだ話の空間になっているっていうのが、とてもターンフェスのこれからまた そういう時間空間の空気感を創出していきたいなっていう印象がありましたね。今カメラの用意しちゃうので、加藤さん行きます、ね、じゃじゃーん。ここで着地していいですか？いいですよ。ここで着地、ここでいい、うん、着地バラ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 、よし、まずここで行こう。ヒロ、うん、はい、赤、うん、黄色黄色いよね、うん、行ってます、行ってます。すごいね。よっしゃ、今ここからフィルムを撮って敷きます。で、ね、ここにね、横になるの。でもすでに横になってる人はいるけど、この人たちはこのままでいいから。モデル、モデル。レイ・チャールズ？レイとチャールズで迷ったんですよね。そう、自分のチャールズ。ここ、カタ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 。おや。そう。でも川沿いも来るんだもんね、この後ね。予定ですね。そうだよね。はい、この銀色が歯です、うん、この上は絶対に触らないこと、黄色の中だけで気をつけて、この銀色が歯だからね、これいいんでしょ、これいいですよ、うん、そうしましょう。え、ここ、これいいの、うん、じゃあリノちゃんどこがいい、こっち、うんうん、じゃあ、はい、ラスト。
ました。